カウ TV がお届けします社長室101。今回は福岡市博多区吉塚に来ています。福岡、九州にですね、数々のお菓子というものがありますが、その中で100年以上の歴史を数えているお菓子というのはそうそう数はありません。その中の一つが、大変有名なこちら、岩川せんべいさんです。もう本当に100年を超えてですね、今もなお、博多の名物お菓子、お土産品として愛されているこちらの、岩川せんべいを作ってらっしゃるのがこちら東雲堂さんです。この東雲堂さんの、現在5代目の、社長を務めていらっしゃいます、高木美恵子社長に今日はお話を伺います。高木社長です。今日はインタビューよろしくお願いいたします。